ジョン・ロックはイギリスの哲学者。哲学者としてはイギリス経験論の父と呼ばれ、主張、人間語性論において経験論的認識論を体系化した。また、自由主義の父とも呼ばれ、政治哲学者としての側面も非常に有名である。統治理論などにおける彼の政治思想は名誉革命を理論的に正当化するものとなり、その中で示された。 社会契約や抵抗権についての考えは、アメリカ独立宣言、フランス人権宣言に大きな影響を与えた。ロックの著作の大部分は1687年から1693年の間に刊行されているが、明晰と精密、率直と的確がその特徴とされており、哲学においては、イギリス経験論の父であるだけでなく、政治学、法学においても、 自然権論、社会契約の形成に、経済学においても、古典派経済学の形成に、多大な影響力を与えた。1632年8月29日、父ジョン・ロックと母、アグネス・キーンの第一子として、サマセット州の小さな村、リントンに生まれる。父は、サマセット州の治安判事の事務弁護士検証記として、治安判事で短期議会。 長期議会の議員となったアレグザンダー・ポパムに仕えていた。1646年にポパムの推薦でウェストミンスター校に入学し、1652年にオックスフォード大学のクライストチャーチに入学するも古典を学ぶことに疑問を持ち、ルネデカルトの著書に触れたことで哲学に関心を持つこととなった。1658年には、 オックスフォード大学特別研究員となり、チャールズ二世の下で、スチュアート長が復活した1660年には、同大ギリシア語講師、1662年には、同大修辞学講師を務めた。1664年、自然法論を出版。1665年には、外交官の秘書として、ブランデンブルク選定校のイルクレーベに派遣された。 1666年には、オックスフォードにやってきた保育党の領収である、シャフツベリ伯爵アントニーアシュリー・クーパーと知り合い、ロックの思想を気に入ったシャフツベリに、以後愛好を受けるようになった。1667年、シャフツベリ伯の施設秘書官、主治医となる。同年には、オックスフォードを離れて、ロンドンに移住し、以後は、シャフツベリ伯のブレーンとして、 利私律論争で自由法人を主張したり、王権に対する政治、信教の自由を論じたりした。1668年に解剖学、1669年、医術についてを執筆した。1668年には、王立協会フェローに選出。1673年には、通商植民地委員会の主事に就任し、翌年まで務めるが、 1673年、シャフツベリ、ワゲアシタ。1675年から1679年には、フランスに旅行し、パリやモンペリエに滞在している。1680年頃、トーリー島の精神的支柱となるロバート・フィルマーの、拡張剣論が出版され、これに対する反論として、当地に論を執筆する。1682年に、シャフツベリが、 反逆罪に問われ、オランダに亡命した時は、ロックはイギリスに留まったものの、王からの迫害を恐れ、翌1683年には、シャフツベリのいるオランダに亡命した。同年、シャフツベリは死去したものの、ロックは、ユトレヒト、アムステルダム、ロッテルダムと転居しながら1689年まで、亡命生活を続けた。名誉革命が百八十八年に起きると、 翌1689年に帰国し、以後執筆活動を盛んに行った。帰国後2年間は、ロンドンの借屋に住んでいたが、人間語正論を出版した年の秋、健康が優れなくなり、エセックス州のハイレーバーにあるマシャム教夫妻の館に移った。マシャム夫人は、ケンブリッジプラトニストのラルフ・カドワースの娘で幼い、頃からのロックの知人であった。家族は、 夫妻とカドワースの未亡人と二人の子供で、ロックは、進んで、子供たちの家庭教師と家族の助言者を務めた。1696年には、新設の貿易植民委員会の委員に任命され、毎日正確に会議に出席していた。ロックの代表作である、統治に論及び人間語正論、さらには、A レターコンサーニングトロレーション寛容に関する書簡、は、 帰国したその年、1689年に出版されたものである。特に統治理論は名誉革命後のイギリスの体制の理論的な支柱となった。1693年には教育論を出版している。1696年には通称植民地委員会の委員となり、1七百年までその職にあった。1七百四年十月二十八日に、 大津邸で死去した。去年72。彼の哲学は、以後の保育区の精神的支柱となり、18世紀前半の保育長期政権を支えた。ロックの認識論によれば、我々の心はいわば白紙として、正徳観関を有していない。関念の起源はあくまでも経験であり、我々の側にあるのは、せいぜい、それらを認識し、加工する能力だけである。そして、 関念の起源は外的な感覚と内的な反省とに区分される。さらに、経験から得られたこれ以上分解できない単純関念からは複雑関念が複数の原子の結合から分子が作られるかのように形成され、我々の知識とは、経験から得られた諸関念の結合と一致、不一致と廃反の近くであるとされた。また、彼は、物体の性質は外物に由来する。 客観的な第一性質と主観的な第二性質とに区分し知られるのは後者のみであるとした。しかし彼はそれですら完全には知り得ないとした。すなわち我々はあくまで経験的、実験的に外的事物の観念を得る以上、基地の性質はそれによって判明したもののみであって本来的にどれだけの性質がそのものに属しているかはわからず、 すべての性質を異論なく知ることはできない。このようにロックは経験主義を唱え、経験論の代表的人物の一人に数えられるが、彼は経験はあくまで関連の供給源でしかないとみなしており、その点では彼の哲学における経験の役割は限定的である。彼は社会契約説によってロバートフィルマーの過不調的な政治理論に基づく、 王権侵受説を否定し、自然状態を、牧歌的、平和的状態と捉えて、公権力に対して、個人の優位を主張した。自然状態下の諸権利を有する。誰もが自由であり、誰もが他の者の諸権利に関与する権限はない。しかしそうなってしまうと、今度はこの自然状態が故に不都合が生じてしまう。たとえ犯罪が起きようと、誰もその犯罪者を逮捕。 拘束できず、そして裁くこともできない。また、仮にある人間が判事を務めても、近親者の犯した犯罪の場合、人間がいかに公正無視に判断を下せるか疑問を提した。つまり、自然状態の不都合により、社会が混沌としてしまうとロックは考えたのである。そのために、ロックは我々自身を、この不都合な自然状態から守るために、政府が必要だと考えた。 政府は諸国民の承認によって設立されるとした。諸国民のこの三権を守るために存在し、この諸国民との契約によってのみ存在する。我々は我々の保有する確固の自然権を一部放棄することで政府に社会の秩序を守るための力を与えたのである。言い換えれば政府に我々の自然状態下における諸権利に対する介入を認めたのである。 政府が権力を行使するのは国民の信託によるものであるとし、もし政府が国民の意向に反して生命、財産や自由を奪うことがあれば抵抗権を持って政府を変更することができると考えた。抵抗権の考え方は後にバージニア権利商店に受け継がれてゆく。その他にも政教分離を解くなど現実主義的な考えを展開している。 ロックの権力分立論は、ハリントンの提唱した権力分立性を発展させたものであるが、社会契約論とも密接に結びついている。国家は主権的契約によって成立したものであるが、政府は自然権を保障するため、人民の信託に基づき設立されたものであるから、社会契約には一定の契約の条件があり、自然権を保障するための手段として、 権力分立を採用しなければならないとしたのである。ロックは立法権と行政権の分離を解き、対外的な立法権を執行権、対外的な行政権を外交権と呼んだが、ロックの権力分立論は、各権が平等でなく、立法権を有する国会が最高権を有するものとされ、名誉革命に基づく、現実的な立憲君主制を擁護するための理論であった。 これが、後のモンテスキューによる三権分立論にまで発展する。労働価値説の源泉と言われる、ジョン・ロックの労働説では、当人の所有物となるのは、当人の労働の果実として、自然界の共有物から切り離されたものであると言われ、必要の限度を超えた財産の私有は、貯蔵を可能とするところの貨幣の価値に承認を与える。 社会契約にその根拠を有するとされた。ありがとうございます。